家のところの敷地があるので、ね、そこでやったらいいなるし、美容師、美容師さんですか。いや、実は今巨匠が、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ、はいはいはい、取りないとね、うちのワインは合うんですよ。白菜ってのはいいですね。ウイスキーは、はい、よくあるんだよ。で、クリが入ってんだこれ。クリで、あ、今日見るだけですよ。見るだけ、見るだけ、見るだけ。ありえねえ。そうすると次のサービスですっごい手を抜かれる。だって知らないの、マナーを。適当でいいやつされちゃうんです。それは料理も、その他のサービス。姉ちゃん、あとはメインは用意した。この前は山形料理とカナダワインだったけど、今日は何回目ホームの中ほどでお待ちください。この前教えてもらったのに赤の人駅および車内への危険。これね、アルコールが 14% で一番高い。動かないものをあげるのか。はい、いいんですよ。これね。そうですよね。新庄美味しい。私大好きなんですよ。新庄美味しい。美味しいと思う。絶対美味しいわ。美味しそう。パルト爽快です。爽快です。うまい感じ。はいはい、びっくりした。最後ご用意したデザートがですね、スモア。
すいません、出張します、出張。え、出張交流素晴らしい、これお料理ですね。このお刺身にはいい感じです。はい、ありがとうございます。あ、それは関係ないです。それは大丈夫。あ、調整さえこれで送ってみて。ね、レーダー情報も取るし、イベント参加予定はいつもするんだけど。今のみんなぐらいの時に、僕さっき言ったようにね、全く外部全然、なぜ？もう行く大学決まっていたから、推薦で。僕は長野県の出身です。ずっと。そうですよ、そうですよ。俺だって知らねえぞって言うから、確かにそりゃそうだって言ってで、まーちゃん行くって言ったら俺だ、まだ恥ずかしい。いやいや、そうですよ、そうですよ。池田さん、池田さん、ワイナリーのオーナーさんが見てるんで、あー、いい感じ、いい感じ、いい感じ。だからもう私すごいリバウンドしないような期間だったの。何ですか、そのお二人いい感じですとても美味しそうです。前はすんごい綺麗ですよ。前は仙台のおばあちゃん。